高柳茜の AI ボイスがお届けする今日のまとめニュースだよ。千葉県浦安市内の小中学校26校が昨日一斉に終了式をした。新型コロナウイルス対策で3日から休校になって久しぶりの登校で、教室では東京ディズニーランドなどを運営するオリエンタルランド社から浦安市に寄贈されたミッキーマウスの絵が入ったチョコ菓子が子どもたちに贈られた。次のニュースです。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、延期が決まった東京五輪パラリンピック。全国の自治体も聖火リレーやイベントの計画変更で対応に追われるが、大会を機に生まれた参加国、地域とのつながりが励みとなるケースも出ている。次のニュースです。今日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に値下がりして始まった。前日終わり値からの下げ幅は一時900円を超え、1万9000円を割った。東京都内で新型コロナウイルスの感染者数が急増し、小池都知事が週末の不要不急の外出を自粛するよう要請したことなどから、警戒感が再び高まりつつある。次のニュースです。新型コロナウイルスの感染拡大が収まらないドイツで、一人の研究者が注目を集めている。感染が今ほど深刻に受け止められていなかった2月末から毎日、ネットで音声を配信するポッドキャストでウイルスの話題を発信。ドイツのポッドキャストで今最も人気の番組になった。イタリアやスペインに比べ、ドイツで死者数が少ない理由についても考えを語っている。次のニュースです。自らの卒業を控えた上越新幹線 E4系が JR 新潟駅のディスプレイから、新潟から旅立つみんなへ向けたメッセージを送っている。心がほっこりする、泣けたとツイッターなどで話題が。次のニュースです。三菱電機がフィリピン政府が発注する防空レーダーシステム4機の整備事業を落札したことが分かった。安倍政権が条件付きで武器輸出を認める防衛装備移転三原則を2014年に策定して以降、日本が初めて輸出する防衛装備の完成品となる。次のニュースです。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、政府与党が4月にまとめる緊急経済対策の目玉として、家計への直接支援策が議論されている。一時は政府与党内で声が出た消費税減税やキャッシュレスポイント還元は後退。現金給付を軸に大型対策を組む方針だが、対象や金額の線引きは容易ではない。次のニュースです。神奈川県は今日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県民に今週末の不要不急の外出自粛を呼びかける方針を固めた。東京都の同様の措置に合わせる形だ。午後に黒岩知事が記者会見して発表する。次のニュースです。大谷翔平選手や菊池雄星選手を輩出した花巻東高校が今年春、女子硬式野球部を新設する。監督に就任する元トヨタ自動車東日本硬式野球部監督の三木健丈氏は昨日の会見で日本一を目指すと語った。次のニュースです。プロ野球、阪神は今日、藤浪晋太郎投手に新型コロナウイルス感染の疑いが出たとして、PCR 検査を受けると発表した。プロ野球の選手で感染の疑いが明らかになったのは初めて。兵庫県西宮市の鳴尾浜球場で今日予定されていた2軍の練習試合、ソフトバンク戦を中止にした。高柳茜の AI ボイスがお届けした今日のまとめニュース、どうだった？最後まで聞いてくれてありがとうございます。